配信のカメラこれですかね。あ、それですか。配信で見てる方はこんにちは、荒川理香です。ぜひコメントいっぱいしてください。よろしくお願いします。今日は、生音ライブということで、ピアノ伴奏でね、サポートしていただくことは結構何回かあったんですけど、マイクなしで歌うっていうのがちょっと初めてで、私は中学校の時、中3の時にこうソロで活動し始めて、やってきましたけども、生歌であるのはちょっと初めてで今日すごい楽しみにしてました。はい、今日は、オリジナル曲を4曲とあとカバー曲をちょっとギターで1曲やろうかなと思ってますので、最後まで楽しんでいていただけたらなと思います。で、今聴いてもらった曲はですね、蝶という曲を歌わせていただきまして、私のオリジナル曲です。はい、で次もまたオリジナル曲を歌うんですけれども、
次は太陽の地図っていう曲を歌います。でこの曲はちょっと明るい曲なんですけど、振り付けがねあるんですね。でぜひ皆さんで一緒にやりたいので手を挙げていただけますかね。ちょっとマイクがないので、片手ですいません。本当はいつもマイクありでやってるんですけども、サビで世界中にで広げます。急に歌い出してすいません響け合いの歌で2回回します。はい、どんどんいきます。次、君にも届きますようにで横前横ですね。どんどんいきます。次、太陽ので太陽に手を挙げます。光が導く道をたどればちゃんちゃん未来に出会えるよちゃんちゃん5678というところまで振り付けあります。これ結構ねいろんな人に難しいんですけどって言われるんですけれども、変える予定はございません。ぜひぜひ皆さん一緒についてきていただけたらなと思います。それでは、2曲目聴いてください。ピアノ練習しますか。あ、そうですね、ピアノとじゃあ合わせて1回練習しましょう。世界中に響け愛の歌、君にも届きますように、太陽の光が導く道をたどれば未来に出会えるよ。その調子で皆さん、私が行きますと手を挙げていただいてみたいな感じで、3回チャンスあるんで、もうどっかで来たらもう OK です。ぜひ一緒にやってください。それでは聞いてください。太陽の地図。世界中に響け愛の歌、君にも届きますように。カーテンを開けたら朝の日差し
ありがとうございます。振り付けも皆さん完璧です。ありがとうございますはい、じゃあ次はあのギターの弾き語りをねしようと思うんですけれども、まあ、あのさっきちょっとあの楽屋の方でね練習したらあの知らん間にピックが折れてました。折れてたというか欠けてたんですけど、ちょっとあのさっきねピック貸していただいたんで、それでちょっと今日はやりますね。めっちゃ欠けてますよね、見えます？ちょっと美容系 YouTuber みたいになりますけど、こちら欠けておりますみたいな感じで欠けてるんですよ。ちょっと欠けちゃって、中でコロコロ言うてるんで、多分この中に欠けらが入ってるんかなっていう感じですね。はい、じゃあちょっとピックお借りします。であのギターなんですけど、多分皆さん大体こっちにギター持つと思うんですよ。私レフティーで左利きのそうなんですよ、ギターを使ってます。はい、そうなんですよ。あの本当はあのギターを始めるときにあの右でやった方がいいよっていろんな人にねやっぱおすすめされたんですよ。やっぱ種類もね左利きやと少ないから絶対右にした方がいいよって言われたんですけど、私はそういうねあの意見を反抗したくなっちゃうタイプの人間なのであ左でやりますって言って左でやってまして、で、あの、まあ、あの左利きでね教えてらっしゃる方ってあまり見かけないので、私は独学であのギターはやってました。はい、まあ、全然そんなねあの上手でもないんですけれども、あの結構ね珍しがられますね。いろんなとこ行ったら触らせてもらっていいですかってよく言われるんですけど、全然触ってください。はい次にやる曲がですね、カバー曲なんですけども、ちょっと知ってる方いらっしゃるかわからないんですが、最近ねちょっとバズってる曲があって、東京フラッシュっていうねバウンディさんっていうあの歌手の方がいらっしゃって、その方の東京フラッシュという曲を今から弾き語りでやろうかなと思います。で今ちょっとねあのバラード来て、明るい曲来てって感じでやってたんで、またちょっと雰囲気の変わる曲になってますんで、ぜひ最後まで聴いてもらえたらなと思うんですが、お水飲みます。ストローが刺さってなかったです少々お待ちください。ありがとうございます。あの私のライブでは水を飲むとき効果音がつくので、ぜひみんなでチューチューグッグッって言ってもらえると嬉しいです。はい、あの全然自由でいいです。何でも好きにね、あのこれが効果音かなって思ったのがあれば何でも言ってください。はい、それでは、歌います。それでは聴いてください、東京フラッシュ。
ためにしようかなって思う。東京フラッシュという曲を歌わせていただきました。ありがとうございます。暑いですね。暑くないですか？暑くないと私だけ暑いかなちょっと私だけ時空が違うかもしれないんですけど、暑いですね。まあ大丈夫です。はい、何を話そうと思ってたんやけどな、ちょっと忘れちゃったんですけど、まあ、今ねちょっとコロナがね流行ってますので、皆さん本当に消毒とねしてもらいたいんですけど、私バイトでね、お弁当屋さんでバイトしてて、でめっちゃ手が弱いんですよ。むっちゃ手切れてるんで、なんか消毒したいんですけどね、バキバキになんでめっちゃしみるんですよ、手がね。どうしたらいいんやろうっていつも思いながら思ってて、ちょっと改善がねないんですけど、まあ、染み込むしかないかなっていう、傷に染み込ませていくしかないかなっていう感じで毎日消毒してます。何の話やって感じですよね。お水飲みます。ストローが刺さらへんのよな。あ、そうです、そうです。ベラベラベラジュージュー。いや、なんでもいい、なんでもいいですよ。もう、ありがとうございますそんな感じでね、やってもらって、じゃあまたね、ピアノサポートしていただきたいと思います。はい、まあ、カバー曲は今ので終わりで、次からまたオリジナル曲を歌わせていただきます。で、ちょっとね、またバラードに戻るんですけれども、聴いてもらえたらなと思います。いけますかね。はい、それでは次の曲聴いてください。星に願いを。今日という日を越えてゆく
したいなと思うんですけれども、私普段舞台にもね出演したりしてまして、この間、4月の3日と4日に、舞台がね終わったところで、今日めちゃくちゃ久しぶりのライブなんですけれども、その舞台の動画というか映像が、感激三昧というねサイトがあって、そちらの方で、配信されてまして、でちょっとね今コロナの影響でダブルキャストでやってまして、 A 班と B 班というふうに分かれてて、で、A 班と B 班で役があるんですけども、みんなねみんな一役なんですけど、どっちかでアンサンブル、どっちかで翻訳みたいな感じで出てたんですけど、私だけ二役やってて、A 班にも B 班にも出てますし、で違う役で出てるの でその配信がですね、明日の、10時までチケットが買えまして、19日までアーカイブが見れますので、ちょっとねまためちゃくちゃ踊ってますし歌ってますしみたいな感じ でずっと芝居も出ずっぱりみたいな感じで、ちょっと今見た感じとはまた違った私が見れると思いますので、ぜひ感激三昧で、リメイク3という作品でね出てるので、もしよろしければ、見ていただきたいなと思います。であとライブはですね、4月の22日、全部大阪なんですけども、これから言うのは大阪の南堀江ネイムというライブハウスが、すごくお世話になっているライブハウスがあるんですけれども、そちらで、企画のね、私が企画というか呼んでいただいたんですけれども、企画のライブをさせていただきます。でこちらもね今日みたいにツイキャスの方で配信があるので、ぜひツイート、私のツイートなどチェックしてもらえたらなと思います。あと、一つ大きいのがあって、6月7日に私誕生日なんですけれども、毎年バースデーライブをやってまして、でもね6回目とかになるんですかね、毎年誕生日当日にライブをやるっていうのが私の中で恒例行事みたいになってまして、6月7日に、またねバースデーライブボリューム6という形で、させていただきます。場所がまた大阪なんですけれども、ガンズトイトイトイというところがありまして、そちらで、ライブさせていただきます。で、普段はですね歌を歌うだけなんですけれども、バースデーライブとあとワンマンライブも毎年一回にやってまして、歌はもちろんめちゃくちゃ歌うんですけれども、あとバースデーライブはゲストさんがいらっしゃったりとか、あとはお芝居したりとかね、あとはさっきみたいにギターでカバー曲やったりとか、あとはねピアノとギターでサポートしていただいたりとか、ちょっといつもと違う感じになってますので、ぜひそちらも配信あるんで、来れなくてもねぜひ配信で見ていただけたらなと思います。よろしくお願いします。
ありがとうございます。あとは物販ですかね。物販もこの後させていただきますので、さっき歌った蝶とあと太陽の地図で今からありがとうという曲を歌うんですけれども、CD の方で販売してます。太陽の地図と今から歌う曲は一緒になってるんですけれども、蝶だけちょっと別の CD になってますん で星に願いはまだ CD 化されてないんですけれども、はい、ぜひぜひチェックしてもらえたら、もうこれからするかもしれないのでちょっとチェックの方してもらえたらなと思います。それではもうね、最後のもう時間も迫ってきてますので、最後の曲に行きたいなと思います。それでは最後は私が高校2年生の時に作詞をした曲になってます。はい、それでは聴いてください。ありがとう。綺麗だったから今まで
ました。そして生演奏でライブ本当にありがとうございました。すごい新鮮な感じで楽しかったです。私荒金理香はですね、基本的にツイッターとホームページの方で、ライブ情報など載せていますので、ぜひチェックしていただきたいんですけれども、あとインスタグラムと YouTube の方もやってますので、ぜひそちらも全部チェックしてもらえるとめちゃくちゃ嬉しいです。はい。ということで、この後物販もありますので、ぜひ皆さんお待ちしております。今日は本当にありがとうございました。荒金理香でした。